です。すんなって言ったよな、俺。ざれ事ですって言うなって言ったよな。だから。今日大丈夫ですって言ったよ。息も大変だ、やってるじゃないですか。だから今日大丈夫ですって言ったから言わんのかなと思ったら、何のそれ。あ、もうね、今日やらんとこうと思ってたんですけど、なんか不利かなと思って、控えめにやった方がいいんかな。全くやらんとこうと思ってたんですけど、なんか二宮さんがちょっと欲しそうやったから、なんか一応欲しそう。問題仕事中やからね。ええ、みんなそれで何それで、ザレ事やんのこれ。松本のザレ事やんの。松本のザレ事。ザレ事言わない。あ、そうそう、みんなこの間のその動画出させてもらいましたけど、ザレ事のショップにてあのね、やってます。今じゃん、これについてまた改めてお知らせしなあかんことができたんで、あ、そうそうそう、あのできたんで、そのグッズに関して今後展開するあれに対してちょっと結構まあ重要なそうですお知らせがありますので、また後ほど、今後は後ほどよろしくお願いします。じゃあいきます。はい、ちょっと軽いな心霊やぞこれ。もう一回、いや、もう一回いけます。ちょっと待って、なんかミュージックを許可しますかって出てんねんけど、許可するなよ。許可をしましょう。逃げるわ。うわー今回ちょっと特殊な動画になってまして、心霊系 YouTuber の女性2人が墓地を探索していました、はい、この時レーザー光を照射するライトで霊を捉えようと模索探索していました。レーザー、まあ俺らが持ってるあれのことなんちゃうかな、なんていうの、あれブラックライトみたいな、あやと思うんやけどな、多分。そこで人影を捉えることに成功はしたが、その影自体は彼女たちを恐怖のどん底に突き落とす事態に発展する原因になるということになってます。やっとこう心霊を取りに行ったのに、その人影を捉えたことによってずっとその人影が彼女たちをついてくるわけ。これが今あのレーザー光で照射してる状態。あ、これが？そうそう。でこれをまあ定点映像かなんかでずっと置いとったみたいねんけど、影が映ってたと。すごいすごいみたいな感じで、この映像を多分もうすぐ見れます。すごいやろレーザー光なんて。はい、これぼっちやろ。どこがどうなってるわけ。これね、さっき撮ってたやつに。あ、これか。わかる、ほら右側に。あ、ほんまや、人影が。っていう感じです。まずここで人影を捉えることに成功したと。Oh my god. もう俺突っ込まれへんそれ俺が死ぬわマジで見方違うね。その女性のやつを見るんちゃうね、人影を見ろや。すいません、ちょっと入り込んでしまった、腹立つわで、ここからあれとついてくるわけ。あの他にもちょこちょここう黒い影っていうのが来てるなっていう風にちょっと違和感を感じてるけど、映像でちょっと分かりにくかったからそこは省いて、まあ分かりやすいところだけ連れてきてんけど、はい、次の、黒い影が映るっていうのも、これはもう完全に人がおる、人影がおるっていう
ものです。彼女たちは周辺におるからずっと、別に遠くに違う場所に移動してるとかじゃなくて、その墓地一帯のいろんなところに行ってるから、ついてきてるんです、遠くからね。黒い影が、まあ、チェックよろしくお願いします。見ます。ちょっと分かりにくいかもしれんけど、遠くの墓地ね、これ奥の方におんのよ。奥のちょっと白い壁っぽいところに黒い影がほら。わかる？これみんな見てる人たちはちょっと後でまたアップで出すけど。で彼女たちもあそこに人がおると気づいたわけ。人なの？分からない、人影。オッケーです。だから人か人幽霊なのか分からん状態。ただこの黒い影はゆっくりと近づいてくる。どっちであっても怖いですね、人でも幽霊でも。で次に見たいと思います。あ、もう早速ですね。はい。さっきの続きやからね。はいはい。やっぱりなんかおるわって。後ろおったんちゃう、またあの白いところおったんちゃう。なんか落とした。落とや。There's somebody over there. That's gotta be somebody over there fucking with us.写真撮ったよ。あ、写真ないもの。I don't know if that was a real person or not. I tried to zoom in as quick as I could. This footage is going to be wobbly as shit. I am so sorry. But I'm holding a flashlight in one hand and my camera in the other, and I'm trying to see where the hell I'm going. I just seen something move in front of there. Baby crying. Yes. The baby just cried back there. Oh my God.ちょっと分かりにくかったかもしれんね、あの白いところ。でもええで、2回は思んないから。お前、え、何ですか。え、ついてきてる感じ分かったやろ、音がして。はい。でもスマホやったら分かりにくいと思うねんけど、黒い影がまた映ってたと。だから徐々にこうやっぱ見てるわけ、こっちを。やば。さっきのでもどこにいるか分かんなかったですけど、どこにいたんですか。あの白い建物あったんか、あの前にシュッてこう、はい、で写真撮ってたんや、プラロイドみたいな。そう今回ちょっとその本編にリプレイが入らんかったからあれやけど、どんどん来てるってこと。どんどん来てますね。でもうこれはやばいってなって車に乗り込みます。もうあーもう逃げ帰ろうみたいな。そう、ここで車の中からさっき人影がおったところをいろいろとヘッドライトを使って確認する。車の中から、もうすごいやん、普通変えるやん、この女性たちもめちゃめちゃすごいのが、ヘッドライトを通してもう逃げ場なくして見つけてやるっていう強烈なライト。強烈なライト。すごい音です。これ音はちょっとよく分からへんねんね、俺。あの、何の音。もしかしたらなんかスピリットボックスみたいなことをやってるのかもしれない。なんか出てくる。え、これはお墓でもね。そう、お墓やね。
で、これでヘッドライト使って圧倒的な光を使って人影を、これ分かりにくいよね、今なんか出たけど映ったってこと、うん、人影が動いたみたいな、すごい照射してるやろ、へえ、やばない、これやばいやばい、音も気になるな、何やこれ、そういうの、戦車乗ってるみたいな、まあまあこんな感じで、反撃に、反撃ではないけどちょっと出ましたと、絶対見つけてやるぞみたいな強い意志を感じます。それを思ってこう見つけてやるってなってたのが、やっぱ霊なのか人間なのか頭がいいもんで、横から迫ってきてたよな、横、そう、光が当たってないところからすぐそばまで来ていた。そう、ただこれは、みんな見てる人たちには、明度上げて見やすく見せるけど、多分その画面明るくしない、してもギリギリ分かるか分からんかやから、一応じゃあ明るくして、明るくして、まず状況先に言うと、まあ横から来ててんけど、実際もう油断してたわけや、おらんなと、ヘッドライトバンバンやってて、うん、で、あのレーザー光でサイド の, あのあれから照らしながらカメラを回してるから、うん、ちょっと反射マンで、あのガラス越しやから、でこう撮ってたら、これ映るってこと、はい、見えるかな、行きます、ライト持ってへん時点で怖いけど、わかる、ちょっともう真ん中光がチカチカ消えてんのよ、あれ何かがダブってんのよ、あ、ほんでこれでまたこれで照らすの、そう、もうこの暗くしてる間に近くに来てんの、で真ん中らへん出てくんね、すごい近くに、え、終わり、分からんかったやろ、分からんかったけど、視聴者の人たちには出すけど、あの足音聞こえたやろ、あ、聞こえました、カサカサって言った後に、うん、真ん中の、真ん中周辺の要は向こう側の街灯の光がその人が被って消えたりするの、パパパパパパ、それは分かりました、分かったやろ、はい、これをだからまた明度上げて出すんで、紹介してくれてる人はそれでもちょっとほんまに分かってたから、人型に、そう、人型っていうか、もうそう、人が来てるっていうのが分かってたから、あれちょっとな、照射しててちょっと分かりにくい状態になってしまっててんけど、その照射のせいで普通のライトやったらよかったのに、照射してるもんやからその隙を見てきたんかなっていうのをちょっと思って、ちょっとあの配信された時楽しみしてますね、そしたら、そう、でも音で大体分かってる、来てるって、来た、なんか何か来た感じはしました、そう、で最後なんであそこで終わってるかって言ったら、もうほんまに慌てすぎて、だから緊迫してるわけよ、ずっとそこまで追われてる、絶対におるから何かが映ってるから、でなんとか見つけたろうっていうふうにやったけど、結局そんなそばまで襲いにかかってくると思ってなかったから、もう慌ててあの瞬間バーンって、あの状態でスマホかカメラか知らんけど落としてもうて、でもそのまま逃げたからカメラがなかったと、なんとか逃げ切れましたよっていうのが最後に文章で書いてるけど、
いや、この人たちすごい勇敢ですね、女性2人で。女性2人で、あれは、はい、ま、海外で、しかもそういう潜んでる男性とかやったらさ危ないですよね。そうそう、犯罪者とかの可能性もあるわけやんか。人間の方が怖いかな、やっぱり。そう、そういう意味では。で、まあ結局あの影は一体何だったのだろうかっていう、霊がこう押そうとしてたのか、人コアだったのか。人コアが一番怖いけど、うん、一番怖い。ちょっとずつだから遠くから見て、こうライトも持たずに。あー怖い怖い。大体さ、大体先生、大体ね、そういうところになんかこう人が出くわす時あるじゃないですか、私たちも。ほんまに人と、うんうん、ほんまにライト持ってない。ほんまに人かもわからないんだ。だから結局、いや、ほんまに人やろうけど、いや、ほんまにライト持ってない人って歩いてますよね。そう、生配信終わった直後とかもあったしな。そう、嘘みたいに急に目の前に現れるからめっちゃ怖い、あれは。いや、目が慣れてる慣れてへんとかのレベルじゃないのよな、あの暗さは。そう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 、あれはやばかったです。やばかったですね。まあ皆さんも、まだこういうふうに緊急撮影中断みたいな形で終わったような動画っていうのは、まあ俺らもあるし気持ちわかるけども、うん、海外ではまたこうすごい亡者がおるなと、そういうふうに思った次第でございます。猛者ね。何？モサね。え、俺モサって言ってて。もうじゃん。はあ、やる気なくなった。モージャの方がかっこええ。モサって何やねん。モージャでいきましょう。はい。それでは。ニューメさんなんかヒゲがモージャですね。ニューメさんのヒゲってモージャですね。じゃあ俺がだから理想としてる使い方じゃないんですよ。もじゃもじゃのもじゃやね。もじゃもじゃのもじゃ。ありがとうございました。力されごと真似ごとはパンパンと六割もよ、薩摩とみかんに任せろ、いつも心は晴れもよ、三二一力されごと泣きごとはパンパン笑い飛ばせよ、秘密の部屋から語り出す、重く怖いトークにはまり出す、三二一力の